背中さんさせてもらって、ここ腰に響きますよ、これ。腰には大丈夫です。大丈夫ですね。はい、はい、はい。ここ、あとね、ここ、ガチガチです。で、どんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいにガチガチになってて、たまたまぎっくり腰みたいな症状になったんじゃないかなと思います。なので、背中の疲れをね、今からしっかり緩めていきます。で、今がね、この冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じになってるんですけど、それを生肉に戻していくのがとても痛いんですね。で、この背中の疲れって実は足の疲れから上がってくることが多いので、足からしっかり緩めていきます。今からは本番です。頑張ってくださいね。本日整体三つのぶです。今回の方もね、そんなにね、ふくらはぎね、抑えてるんですけれども、あまり痛がっていないので、このね、音声でね、補完していこうかなと思ってます。実際ね、こういうふうにね、女性の方で結構我慢される方っていうのもね、ある程度おられるんですよ。だからね、全然ね、痛がってるんだけれども、我慢して反応出さないっていう人もね、まあまあおられます。足の方はね、痛そうにね、ふくらはぎ上げてたりとかされるんですけれども、こういう方ってね、実はね、結構おられるんですね。なので、今回からね、こういうふうにね、動画でね、あまり痛がられてない場合っていうのは、私のこの音声を楽しんでいただければなと思います。で、ちなみにこのふくらはぎなんですけれども、ふくらはぎを押さえて痛い場合っていうのは、とってもね、ふくらはぎに、ね、汚れとか疲れが溜まっている状態だということです。で、ここが溜まっていくと、ふくらはぎから太ももに上がっていって腰痛になってぎっくり腰の原因になったりとかすることがあるので、皆さんもね、ふくらはぎは、ね、自分で、ね、抑えるようにやってみてあげると随分と、ね、効果的になります。で、自分でする対策としては一番いいのは、女性の方でも男性の方でも締め付けるタイプの靴下やタイツを履いてみてください。特に男性の方ってゴルフとかね、歩かれる方だったら、膝、足首から、膝下までの、なんか締め付けるタイプ、なんかあるんですけども、そういうのをね、履いていただいて、やられると少しね、ふくらはぎに対しての痛みとか汚れがたまりにくくなりますから、ぜひね、やられてみてください。話していこうかなと思うんですけども、この動画がね、撮影されたのは、ずいぶん前になるんですけれども、公開されるのは7月から8月ぐらいになってきます。で、この7月から8月の時期っていうのはよく起こりやすい、夏の風物詩といえば足の小村帰りが起こりやすい時期なんですね。で、これは何が足らなくなると、なるかっていうと、水分不足、あとミネラル不足、あとは足の冷え、この3つの要素が重なってくると足の小村帰りっていうのが起こってきます。では、そのためには何を摂取すればいいのか。ミネラル分っていうのはね、昔から言えばね、一番いいのは麦茶だと私は思います。これならね、カフェインも取らないですし、水分も補給をすることができます。で、それでね、足をね、冷やさないようにするっていうことで、夜寝られる時にね、男性なんかだったらね、パンツ1枚で寝たりとかする方も結構おられたりするんですが、できるだけ長ズボンを履いて、寝るようにして心がけてみてください。あとね、この時期ってね、結構ね、クーラーの風を直接浴びたりとか、そういうことをやめるようにもしてあげるだけでも随分変わりますからね、ぜひチャレンジされてみてください。またね、すごいね、我慢されていますよね。でもね、こういうふうにね、声を出さない方っていうのは、ね、結構おられるんですよ。かなりの頻率で、割合でね。だからね、こうやってね、 YouTube 撮影するときにね、こういう方になっちゃうとね、取れ高的には少なくなってしまうのが悲しいもんで、整体三つの無なんですけれども、意外とね、こういう風にね、皆さん我慢されちゃうんですよ。なのでね、我慢されるのも見ててもやっぱり面白くないので、こうやってね、音声でね、話してるんですけれども、だからね、こうやってね、足が痛そうなのはね、カタカタやってるんですけれども、皆さんね、必死で耐える人多いんです。そう、我慢しちゃう人が多いので、人生我慢しない方がいいですよ。辛い時は辛いとか、嫌なことは嫌とか言わないと、本当にね、体の中にストレスが溜まってしまいますから、本当にね、発揮してあげてください。発揮すること、いらないことはいらない、できないことはできません。こういう風なね、環境をね、変えていってあげないと、本当にね、氷ってなかなか取れてくれません。ただね、皆さんね、会社で働いてるとね、できないことって多いんですよね。嫌なこともね、はい、わかりましたって言いながらね、会社でね、しないとね、お金もらえませんからね。そういう方はできたら、私みたいに自営業で気楽に、やりたくないことはやりたくありません。嫌ですとか、80分以上マッサージしませんとか、適当なことが言えるようなね、そんなね、ことをできるようにやってみていただくのも一つの考え方かもしれません。
から、ね、押さえている場所っていうのは弁慶の泣きどころの筋なんですね。でこの筋っていうのは、何に効果的かって言ったら、ね、胃の疲れとかそういうふうな、ね、食べ過ぎとか、ね、歩き過ぎとかマラソンのしすぎ走り過ぎとかそういうものに、ね、効果的に、ね、効いてくれる場所なんです。でここの場所が硬くなる人っていうのは、ね、意外と、ね、結構多いんですよね。なのでよく、ね、昔というか松尾芭蕉の時代に足三里に、ちゃんと休養して歩きなさいよみたいなね、迷信というかことわざがあるんですけれども、それぐらいねやっぱりねここのね弁慶の泣きどころの筋はしっかりやってあげた方がいいですよ。こんな感じで進んでいくのが本日正解でございます。わかりました。これが延々と60分はいには意外とね尻尾を張ってあげたりとかすると効果的に効いてくれたりするのでぜひやってみてくださいね。面白いですよ。膝裏っていうのはやっぱりねいろんなものがね溜まりやすいんですね。だから、ね、昔はここね液化って言って押さえない方がいいっていうふうに僕考えてたんですけど、ね、今はね絶対しっかり押さえてあげなきゃいけない場所なんだなっていうふうに思ってます。ここにね、老廃物が溜まって膝の水が溜まることになられる方とかもおられたりするので、ご自身でもね押され得られる方はぜひ押さえてみてください。左側っていうのはね、私が今まで経験してきて見て中ではやはりね、左側っていうのは対人関係のストレスです。そう、あの人、あいつ、あのキャラクター、いやキャラクターはちょっと言い過ぎか、あの組織とか、そういう風なね、ストレスをかけてくる対人関係のストレスがこの左足のこの ふくらはぎまで来ます。ここまで来ちゃうとねかなりストレスを溜めてる状態です。なのでストレスを溜めすぎてたら本当にねここに出てきますから気をつけてみんな。今でも右足軽くなってるの分かりますよね。もう全然違うの分かります。あ、よかったです。はい、最初すごい凝ってるから痛いんですよ。本当に凝ってるから痛いんです。で今日1回目なので、めちゃめちゃ痛いんですよね。これはまあ2回目3回目とか続けていかれると、そこまで痛くならないんですけども、ね、あ、今日はもう2週間以上着てる白のカッターシャツの襟元で上がってるような感じですからそれは痛いよね。そういうの定期的にね、もう毎日のように洗っとけばやっぱり全然汚れないんですけれども、そうですよね。でもその辺ね、体の価値観って人によって違いますから。本当にそうですよ。毎月美容師で行かなきゃ満足しないと思えば、2ヶ月に1回でいいと思うしね。そうですよね。毎週行く方だっていますしね。はい、悶絶先生対水飛です。やっぱりね、この場所ね、今ね、押してる場所っていうのは弁慶の泣きどころの筋、足の三里の筋なんですけれども、ここをね、やっぱりやってあげると胃の調子が良くなったりとか、歩く距離が増える人とか、まあ歩く疲れですよね、まあ、立ってる時に絶対疲れる場所なので、そこをね、改善させてあげるだけでもね、腰痛に効いたりします。腰痛がしんどい人っていうのはここにね、縦に湿布を2枚貼ってあげてみてください。それだけでもね、腰痛改善したりしますのでね、参考にしてみてくださいね。